はい、じゃあそれではですねあの2020年向けの論文直前系のねえー、講座の、えー、プロモーションビデオということでねこれですよほらびっくりマークねこ,これってあれじゃねえかなあの通,通行止めとかじゃなかったっけ違うか <laughs> 違うねな,なんかあのパソコンとかでも出てくるよねこのマークあ,あんまりよ,よくないマークじゃなかったっけ <laughs> まあそんなからいいです <laughs> であの。びっくりマークだからいいんだろうね。うん。はい。じゃあ、あのー、レック対応済みということでねあ、あのー、やってるということですね。はい。それで、えー、っと、まあ、レックは常時改正に対応するということで、あまあ、本当に今年はね、要注意ですよね。 もういろんなところにね、あのー、改正の影響が出ておりまして、えーでまあ、私が、ね、担当いたしますあの過去問十段分類という講座があるんでまずはその説明からねいこうかなと思いますわ。ええー。で、えーまあ、これはですね、あのー、全部6回なんですけども。 縦断分類編というのがね4回で再現答案分析編というのが、まあ、2回ありましてですねで縦断分類編というのは要はですねあのー、言うなれば担当みたいにですねあの担当の問題を年度別の問題集にするか体系別の問題集にするかという2種類があるわけですよ。 分分野別別に分類したのが体系別ですよそれの論文版だと思っていただければいいかなと。ね。うん、だからまあ年度別でやる過去問の講座もちろんありますけども、えー、そうではなくてこれ、えー、例えば説問1が出願系で説問2が審判系で説問3が侵害系だとするじゃないですか。そうすると 出願期は出願系の分類にするわけですね。審判期は侵害系のところに分類していくわけ。侵害系は侵害系のところに分類するわけ。それを過去7年分の問題につき全てね。あの細分化して分類体系化したっていう。そういうところに特徴のある講座なんですよ。だから最初はやっぱりね。和解条文である。あの特許要件、新規性とは新法性とあるじゃない。 そういう特許権、えー、拡大宣言とはねそういうい分野の過去問が、まあ、しばらく続いてそれであの補正とか分割とかね、えーまあ、意見書補正書分割、まあ、変更優先権とありますけど、まあ、そういう任意手続きのあ過去問が続いて、えー、で、まあ、審判権ですから拒絶査定不服審判とは無効審判とは訂正審判とはね あの場合によっては訂正請求等もあるでしょうけどそういうものとかで「新血訴・離血訴訟」の問題がしばらくまた固まっているところがあったりで「侵害系の、まあ、原告パターンと「被告パターンね」ねこれはあの、まあ、全部で4回だから特日2回やりますで「特日2回」っていうのは「あ権利化前」と「権利化後」みたいな感じで、えー、分かれてると思っていただければいいです。 で3回目が意証法で4回目が商標法というイメージでしょうか。なのであの非常にねそのなんていうかな体系化されているのでその分野ごとにこう固めようという意味ではあいい講座ではないかなと思いますね過去も素材としてで注意点でですけどこれはあくまでもね。 その十段分類編であってその、まあ、考え方あー、答案構成、まあ、大迫力そういったところを鍛えていきますのであの全文書き答案について解説する講座ではない点はご了承ください。あの全文書きフル,フルバージョンの答案を、ね、こう厳密にこう見ていくという講座ではございません。え それは、あの、ちょっと別の講座とかに、あの、お任せします。あの、理想と現実はね、そういうものにお任せします。で、えー、これはあくまでも答案構成という,う、側面に、あの、ターゲットを絞って、えー、やりますから、あの、まあ、とはいえね、あの、皆さんどうやって答案を書くのか心配になると思いますから、それはですね、きちっと答案つけますから。うんうん。それはもう答案つけますからね。 えー、なので、あのー、過去7年分の論文試験問題をベースにあの答案構成ね、うん、そうですねこれそれから場面分け論点の分類、うん、で出題論点を徹底的に分析と、うん、でもあの何回も言うけど全文書きは つけとは言いますけどあ解説まではちょっとできない時々これの答案どうなってるんだろうということで見てはいきますけどね全部が全部やるわけじゃないことはご了承ください。はい、で次にですね、あのー、再現答案、えー、分析編というこれは何かというと受験生の答案ですね過去2年分やるから2回ということになってますけど。 あの受験生の答案で、えー、やることの意味はあこれは古あの問題がねあのき去年とおととしの問題を崩さずに、えー、やってます崩さずにっていうのはそので、えー、受験生の書いた答案をもとにねあのこれは合格これは不合格っていうレベルが分かってくるんで。 いいいいと思いますねそういった意味であのおそらくあれなんだこれパッとしないなみたいなのもあると思うんですよ。ででででもそそれれ受かって,るってことはそれでいいるとうこはなんですよああだから皆さんね普段あの模範答案に読されてるけども別にその模範答案通り書かなくてもね受かるんだよと。えこのレベルで、まあ、こんな少ない内容でも受かるんだよとかね、えー、ちょっと物足りないけど受かるんだぞとかねちょっと失敗してるけど受かるんだぞみたいな、まあ、ところをね 垣間見ることによって、まあ、安心感みたいなところも出てくるでしょうね。うん、完璧じゃなくてもいいんだなみたいな、まあ、そういうので実益のある講座だなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はい。えー、であのなんかこのね合格者の感想みたいなねものもございますから、ちょっと見てみましょうかね。えー、っと。 本試験の再現答案が得点とともに掲載されているテキストは論文の書き方を学ぶ上で非常に参考になりましたとこれを見るまでは模範答案のような完璧な答案が書けるようにという思いが強かったのですがこれぐらい書ければ合格点がつくのかと知ることができ型の2が下りたといいいいじじゃゃないですか、ねはい、じゃあこちらのの男性の方ははい、えー、っと。 苦手な分野では十段分類編で繰り返し学習ああそういう使い方ができますわね。論文過去問分析講座では過去問が細かい説問に分解されパターンごとに分類されて取り扱われていたので苦手分野を集中して繰り返すことができましたと私は論文試験対策として過去問の模範答案を書き写しキーワードとなるあの箇所を蛍光ペンで、えー、っと塗り、まあ、俺が推奨してるやり方やね その箇所を暗唱して口実できるかという勉強をしていましたが便利試験の出題範囲となる膨大な知識量の中から特に重要なキーワードを抽出するのにこの講座は非常に役に立ちましたということやね、まあ、全部読むのもちょっと勝手い,いんでまあこれぐらいにしておきますけどそんな感じですよ。はい、ね そしてまあスケジュールはあのいつから聞けるのこれ ?3 月26日ぐらいからね聞けますかはい十段分類編でもあの再現とはねちょっと要請集めるのに時間がかかるからちょっと遅れてますけどね4月9日という感じになっておりますねはい。 次にですねまああの、まあ、私が担当するやつだけ軽くね、えー、言っておきますとあの青本趣旨対策講座というのもね、えー、やっておるんですが、まあ、あの非常にですねあのリーズナブルな金額でこの青本趣旨対策講座というものを提供するところにまず大きな意味があると思います。ねこれ安いですよカスタマイズん パッ,クパック申し込み専用だとこんなに安いんですね。これねこんなに価値のある口座をこんな安くでやっていいのかなみたいなねところが逆にあるなと、ええ。まあ普通に申し込んでもねあのあ普通,のかん、えー、普通の金額だとこんな感じなんだね。うん。あこんなもんでしょうそりゃ。うん。まあ3回あるからね8324円2万4000円。まあまあ標準的かなと。 いう感じですけど、あのー、まあ、これのね特徴を言いますとね。あのー、実はですね。この青本酒し対策講座、えー、以前はまあ、数年前までは全部合わせて3回だったんですよ。うんね。全部合わせて3回だったんですよ。まあ、それはあのー、皆さんのためをもってね。コストの削減でやっとったんですけどね。まあ裏面出ましたわ。そりゃああのね。 これを全部3回で収めるともう。せっかく言うて基礎ができてんのに、もうどんどん飛ばさなあかんわけですよ。うんだから。まあ、結局三宅先生。なんか早口で終わったとかね。そういうあのー、声いただきまして、非常に私としても不本意だったんですよ。えー、数年前までうんだからね。そんなその結局、コストをあの抑えることは受験生のためにならないとうんいうことで。 まあそれぞれれぞにしたんですよこ,れこれがね非常やっぱりあのもうやはりあのいい形になったなということでまあ私はやっぱりベストはナッシングという考え方は好きなんでこれはもうやっぱり自信を持ってね進めることができる私正直言いますからその数年前までのこの講座はあんまりお勧めじゃなかったんですよ。ええ。不本意でした正直。全部で3コマで納めようとしてるから これはもうちょっとね受験生のためにならないなと思ってましたけど今はいいですこれちょうどいい感じです、うん、私も長年教えてるからねかれこれもう20年だいたい1コマあたりでその,あの1コマあたりでこう進むボリューム質というものが自分なりにあるんですよ、うん、水準が、うん、それをね下回るとやっぱり納得できないんですよね、うん、今はこれ納得できますんでいいです で、しかもねあのちょっと待ってくれよえー、書いてないからまあいいわあの俺がコートで言うけど特実はねそうでもないんだけどあのまあ、若干ね102条のあたりとかあが改正されておりますがあのー。 まあそんなにあの改正に影響はあのないのが特実です。それに対して衣装商標のうち衣装はねこれはもう改正がすごいですよね。うん、そこで今手元に私のところにね衣装商標のレジュメがあるんですけどもこれはそうですね衣装商標のレジュメですね。 あれ逆に特日は今日持ってきてないか、うん、まあいいでしょう特日はねまあそんなに改正ないからね1 0以上のぐらいでしょうえー、と一緒ですけどねあのはいちょっと見出しだけ見ますちゃんと R1 改正問題対策やりますよあのちょっとね浦島太郎的な受験生もいるだろうから26年改正ぐらいからやっとるよ、うん、結構ねいいですねこれ。 ちょっと中身はお見せでできないですけどね、うん、結構いい感じでああうまくまとまってるなとただねこれねちょっとあの品質誤認の恐れがあるから言っとくけどこれもう青本趣旨対策講座ですけど名前はこれをねまあ私は青本と趣旨対策講座にしてくれて前言ったことがあるんだけどまあ治ってないからまあいいやうんあの青本以外を出展と知るところもあります例えばあの改正本だとかね で実際あの、令和元年法改正は青本出てませんからあこれはどうしようもなくて、あのー、特許庁の、ねえー、っとワーキンググループの資料とかあそういうのを、ね、出展にしたりもうそういうのすらないところではもう私の現場思考による理由付けとかもなくはないです。ええ、でも、あのーまあ、大丈夫かなと ね、例えばねちょ,ちょっとこんな感じでちょ,ちょっと待ってよちょっとあのほら関連証制度新しくなったらねそういうのもねあるんだけどほら出店のところを見てくてさい。ワーキング資料とかになってるでしょワーキング資料ねええ、ほらしょうがないですねあと現場施行もありますしょうがないですよこれはええ 私がもうあの編み出しただけど多分あのそんなに大きく違わないというか大丈夫なレベルで書いてます無難なレベルではいそんな感じですかねよしうん商標も若干ありましたよね法改正がね商標も若干ですけどね、うん、これ商標ですけどちょっと見せますけどねほら令和元年改正にて 令和元年改正にてね何のテーマでしょうというね大体予想がつくんですけどはいという感じで、えー、やってますよ、うん。非常にいい講座です非常にリーズナブルな金額であのー、まあ、巷にはねこの青本とかすごいまあ高い金額の講座もある中でもう本当に何分の1というか何十分の1ぐらいの金額でやっとるわけですから。 これはね本当にいじゃあえー、っとあとはね審査基準講座っていうのもあってねでこれはねあのー、うんもちろんあのその名の通り審査基準なんだけどこれもですねまあかつてレックでは、まあ、コストの削減からですねあの特実衣装を全部合わせて参考までやっとったんですが これはもう全然もう受験生のためなならいいと思います、ええ、だってあの審査機能はね膨大になってきてるんですよ。どん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 膨大になってきてる。それを全部合わせて3コマっていうのはね、これはもうまず無理なんですよ。ええ、だから、まあ、かつて無理,無理くりこの全部で3回で収めとったんですけどね、ちょっとやっぱりこの十分なパフォーマンスが発揮できないということで。 これも特実3回衣装商標3回にしてますいやこれでも随分とねあのー、いい講座になったなとうん思いますしかも、えー、改正対応4月収録版ということであのバッチリね収録しますからこれうんあのー、新たにねあのつまりあのアップデートされた最新の情報の中で教えていますからうん 過去のなんか収録を流用するとか、それはしませんよ、ほら。ね、えここに書いてるちっちゃな文字で、申し訳程度に。本講座は20年向け、論文、当年パックベースアッププラスにて販売されてきたものを最新の改正情報を盛り込み、4月に新規収録する講座です。ほら、いいでしょ。うん。これはもう当然ですよね。うん。でも、こっちの方がね、これはあのあ 判例論点これはねあの2020年向け論文当連パックベースアッププラスにて販売された講座です,ですからこれはねちょっと流用なんですよこれちょっとも申し訳ありませんけど特にあのもう一回やってもあんまり変わらんからねこれはもうあの去年というかあ年内に収録したやつですはい中上級の講座ではい で本当にこの新作品はね、えー、まあ衣装あ特実はねそんなに変わりませんけどねあのー、衣装がもうすごい変わりましたねこれはフルモデルチェンジですようんこれはね、あのー、抜本的に変わったって感じですよね、うん、で商標もまあ衣装ほどじゃないけどね あの商標は条文はほとんど変わらないからあのそんなに大変じゃないですけど意外と思ったより変わったりしてますからねその内装の衣装とかできたもんだからな内装とか建築物とか保護されるようになったでしょ衣装法で。で商標法はね条文は変わらないですけどあの立体商標制度の中で、まあ、そういったものを保護していこうと。 建築物とか内装の商標みたいなものをね。えー、まあ、そういうところをね、えー、抑えていこうかなと思っておりますね。まあ、そんなもんですからね。うん、判例論とまあ、100個の判例ね。これはあの下級審から最高裁まであ,らあの扱ってますから、えー。そんなところです。それをこう論文的にどういう切り口でね。どういうキーワードを、えー、使っていいのか？っていう。 ところをやっていきます。うん、そうですね。実際あのなんか本試験にも出てますね。これね、ほら、平成16年にあの電動制限事件、平成26年ブランニュート下流事件、えー、平成29年はあのあ放送用加護事件ね。こういうあの過給品も出てるなということですよね。えー、ボス事件とかね。 そんなところですよそうですねあとはまあ,あいいかなはいということで、まあ、私の持ち時間20分ぐらいなんで、えー、この辺で終わりたいと思いますはいということでレック・ベンリ試験のねあの論文直前答練もし令和元年改正版のプロモーションビデオということで えー、私が担当する講座の紹介をさせていただきました、ええ、けどなんか忘れてるやつないよね,大丈,夫よね <laughs> 大丈夫だと思うんだけど、うん、まあ俺の写真が載ってるやつはそんなもんやねはいよしじゃあ,あ実際にね、えー、講座でお目にかかることがあると思いますけどまあ全部通信かなこれ。 全部通信講座です、ね、はいまあ通信の方がいい今のご時世でねあのいいと思いますからあーまあ家であの安全な状況でね視聴してください。はい、それではまたお目にかかるという間でごきげんよう歴戦に講師宮口はお送りいたしました。